にちは、山野さとこの今日はパオーンのゾウさん。ゾウさん、ゾウさん、お花が長いのね。そうよ、母さんも長いのね。作詞は真野道夫さん、作曲は段育馬さんです。昭和23年にこの詩が作られたということです。真野道夫さんが当時、小さかったお子さんを上野動物園に連れて行って、で、この詩を思いついたということなんですが、実はその時にはゾウさんは動物園にいなくて、実際に上野動物園にゾウさんが来たのはその翌年なんだそうですよ。面白いですね。そして作曲されたのはその5年後、28年なんだそうです。ゾウさん、ゾウさん、お花が長いんだねって言われて、そうよ、僕のお母さん、大好きなお母さんだって花が長いんだよってちゃんと言えるゾウさん。この短い2番までのこの窓さんの詩の中にはとても温かくて、そして、力強いこうメッセージがこう含まれてるんですね。